ウェザーニューズ、株式会社ウェザーニューズは日本の気象情報会社である。アメリカに本社のあった海洋気象調査会社オーシャンルーツの日本法人の代表取締役社長だった石橋博義が金融機関の協力を得た上で同社の陸上航空部門を1億8000円で買い取るという当時としては非常に珍しい陰謀。 マネジメントバイアウト方式で1986年、昭和61年に設立、設立当時の従業員数は約40人だった。日本における民間総合気象情報サービスの草分け的企業であるとともに、1993年、平成5年には、親会社のオーシャンルーツを吸収合併し、世界最大の民間気象情報会社となっている。 ウェザーニューズとしての創業は1986年、昭和61年であるが、前身のオーシャンルーツや、オーシャンルーツの前身である、パシフィックウェザーアナリシスコーポレーションを含めると、約55年にも及ぶ歴史がある、2008年、平成20年時点。ちなみに、パシフィックアナリシスコーポレーションは、 太平洋上を航行する船舶に対して気象航路情報の提供を行っていた企業であり、世界初の民間気象情報会社だった。もともとウェザーニュースという社名で設立された後、ウェザーニュースへ社名変更している。かつて同社の子会社にウェザーニュースという会社があったこともあり、ウェザーニュースとウェザーニュースは混同されやすいが、ウェザーニュースの名称は、 同社のインターネットの気象総合サイト、携帯電話向けサイト、BS デジタル放送、ケーブルテレビ向け放送の名称となっていて、社名のウェザーニューズとは使い分けがされている。企業や自治体に気象情報を提供するだけでなく、ケーブルテレビ向けに地域対象の天気予報を提供している。コーポレートキャッチフレーズは、Always with you どんな時でもあなたと共に、 2015年、平成27年8月31日現在、パーセント表記は記載のない限り持ち株比率。この項の出展については、ウェザーニューズ2015年10月13日 11p のお株主の状況によった。2010年、平成22年5月31日現在、取締役11名及び、監査役1名は、以下の通り。 所有株式数は2011年、平成23年5月31日現在。この項の出展については、以下の出展によった、放送局への気象情報の提供は、前身のオーシャンルーツ、日本社が1983年に朝日放送へ、気象情報提供を開始したのが最初で、現在、ウェザーニューズの予報を使用している放送局は、 前述の通り70%を超えている。主に東北地方の放送局やテレビ朝日系列や富士テレビ系列の放送局が使用している。なお、TBS 系列局は気象衛星の画像などが TBS 系列で一括で使用されているが、予報自体はテレビ山口、長崎放送、宮崎放送、琉球放送などで使用されている。また、天気予報時に使用される。 自動音声や、市場デジタル放送向けデータ放送、NHK 各放送局と、テレビ朝日系列のみ、の天気予報データは、それぞれウェザーニューズが開発、提供しているもの使用している。使用している放送局は、下記の通り、緊急地震速報の配信を、ザラスト10セカンドというサービス名で行っている。事業者向けが2006年11月16日から、 一般向けが2007年10月15日から、NTT ドコモのアイコンシェル向けが2009年9月1日から、それぞれサービスを開始。他の緊急地震速報サービスの多くは、受信に CATV などの専用回線と、専用受信端末を必要とするが、同サービスでは、一般的なインターネット回線に常時接続し、パソコンで専用のソフトウェアを起動していれば、受信可能。 ただし、伝送遅延が発生する。利用料金は、一般向けが1ヶ月あたり324円、事業者向けが1年間あたり15,428円。一般向けは、同社の携帯サービス、324円を利用するか、クレジットカードでの支払いができる。2008年7月4日、更新分のバージョン2.2、2.0からは、同社開発の揺れを測る専用機。 ユレステーションとの連携機能が付加された iPhone 版ウェザーニュースタッチにおいても地震アラームとして旧地震速報に対応また2011年3月に発生した東日本大震災を受け2011年5月19日にソフトウェアの機能を大幅にリニューアル表示画面そのものは以前のものとほとんど同じだが震源最大震度 登録地点の推定震度、強い揺れが到達するまでの秒数に加えて、地震の発生した時刻、震源の深さ、規模が表示されるようになった。これまでは、有志政策のソフトを使用しない確認できなかった。また、第3法までしか表示できなかった点も改良されて、続報が全て表示されるようになったほか、津波の可能性がある場合、及び、津波情報、津波注意報、 津波警報、大津波警報のいずれかが発表されている場合は、音声と共に通知するようになった。さらに、東日本大震災の訓練情報も合わせて、登録された。ソフトウェアに、あらかじめ登録した地点に対して、推定震度は別途計算しているため、気象庁の最大推定震度と異なり、また、震源付近は、震度の誤差がわずかでも、 離れた地点の場合は大きく違うことがある。なお、第1法と第3法において登録した地点の震度の計算を行い、第4法以降での震度の再計算は基本的に行わない仕様となっている。この仕様の弊害が過去の地震においてもいくつか見られた。ウェザーニューズは、来るべき震災に備えて身を守る方法を考え、訓練への参加を重ねることで行動が、 習慣づけられていくよう、今後も訓練を定期的に行っていくと述べている。2010年9月29日に発表したウェザーニューズと KDDI との気象情報を活用したサービスに関する提携の中で明らかになった。それによると、全国の au 携帯電話基地局に気象観測設備、ロームと明星電機が開発協力を設置し、 その気象観測設備にキャラクターを持たせて擬人化させ、イスウェブとアンドロイドを搭載した、いずれ1、レイサ3タ今後発売される端末向けに配布されている専用アプリを通じて、お気に入りの場所の基地局を登録すると、雨の降り始めや気温、気圧、紫外線などの情報を、ツイッターのように基地局からつぶやきの形式で利用者に提供する。また、アンケート調査や、 各地域独特の気象状況に対応していくとしている。2010年11月29日より東京都近郊の携帯電話基地局約100局に気象観測設備を設置しトライアルサービスとして提供開始。その後、気象観測設備の設置を全国約3000局にまで拡大。2011年5月30日に正式サービスとして提供開始。 東日本大震災の影響で東北地方を中心に観測機の設置が遅れていたが2011年8月12日にすべて設置を完了している利用料金は開始当初に限って有料サービスとして無料サービス期間を設けていたが数年で利用料が無料となり既存のウェザーニュース会員以外でも新規登録することができるなおダキャリアの利用者は ソラテナでの観測データを予報に反映させることによって恩恵を受けることになる。ソラテナの観測施設は気象業務法に基づく気象庁長官への届け出がなされておらず使用しているセンサー類も同法に基づく気象測器検定を受けていないためこれによる定量的な観測値を発表したり予報資料として利用することはできない。このためウェザーニューズでは 東日本大震災後の2011年5月13日に日本経済団体連合会の東日本大震災に係る規制改革要望第2弾の一環として被災したアメダス等の気象庁の観測網を保管し、また被災者の健康管理に資する情報を提供するために被災地に設置されたソラテナの観測データを数値データとして公開できるようにすることを政府に要望した。 しかし、これに対する政府の回答は、お理由として、要望を却下している。空手名は、未だに、無届け、無検定の状態であるため、被災地向けの観測データの提供は、定性的な表現でしか行われていない。千葉県千葉市三浜区の幕張新都心にある、ウェザーニューズ本社、幕張テクノガーデン内にある、グローバルセンターは、気象予報士と同社が、 自力開発したクラスタ型スーパーコンピューターに予前、地球予報システム、数千本ものクライアントとの通信回線、放送局機能、ロジスティクス、研究開発部門、営業総本部を要する。経営方針の決定機関も同センターの機能であり、全社員出席の会議のもと、社の舵取りを行っている。なお、天才などの自由により幕張のグローバルセンターでの、 運営が困難になった場合は、東京、赤羽根橋の本社ビルを使用、本社ビルも使用できない場合は、アメリカオクラホマ州のノーマンにある、クラホマイノベーションセンターを、バックアップセンターとして利用することを明らかにしている。2011年3月11日に発生した、東日本大震災、東北地方太平洋沖地震では、震源が太平洋三陸沖ではあったが、 グローバルセンターがある、幕張新都心、千葉市美浜区でも、震度5強の強い揺れを観測、液状化現象が主に、千葉県沿岸部の埋め立て地で発生した。また、東京電力による、計画停電の実施区域、2グループにも指定された。ウェザーニューズによると、社員や設備等への支障はなく、名古屋に、名古屋オペレーションバックアップセンターを開設した上で、 事業継続を行うとしている。また、計画停電についても、自家発電設備により通常通りのサービスを行うとしている。DIV スタイルイコールクリア、ボース、2006年、平成18年4月28日に発表した、9日間のゴールデンウィーク天気傾向が、許認可の範囲を超えているとして、気象庁から改善を求められた。そのため、 翌年、2007年、平成19年以降の発表からは、利用者の要望に応えるための期間限定の天気の傾向であり、先になればなるほど少しずつ天気の精度は低下するので、目安として利用するとともに、外出の際は最新の気象情報を確認するようにとの注釈を記載している。なお、2010年、平成22年7月14日には、 同サービスに近いものとして、10日間の天気傾向を開始。新潟県中越沖地震の被災地域を対象に、2007年、平成19年7月19日から8月31日までの期間限定の試験的なメール配信サービス、崖崩れ予測メールを開始。しかし、同社が気象業務法に基づく予報業務許可を取っていたのが、気象及び、 推奨の予報だけであったため、同サービスは許可の範囲以外の地晶の予報に当たるとして、7月下旬、気象庁は同サービスの取り留め、あるいは地晶の予報の認可を取ることを進める行政指導を行った。この行政指導において、ウェザーニューズが気象庁から同サービスの科学的根拠と法的位置づけを 問われたのに対して、自社の民間気象業務士における役割や契約自由の原則について、独特の解を披露するなどの不可解な対応を取ったこと。また、実際の予測に的中の例がなく、空振りと見逃しのみであったという調査結果から、気象庁は、同サービスには十分な科学的根拠がなく、ユーザーに対する有用な情報の提供を保証できないものであると判断。 被災地に混乱を引き起こす可能性があるとして8月16日に同サービスの停止、気象の範囲内へのサービス内容の変更、または気象の予報の認可の申請を求める等の業務、改善命令、行政処分を行った。これを受けてウェザーニューズは被災地に混乱が起こった例はなく、また同サービスは既存の許可の範囲内であるという認識のもと当初は 予定通り期間終了まで同サービスを継続すること主張したが、気象庁との見解の相違を埋めることは難しいと判断、8月17日12時をもって同サービスの配信を中止、繰り上げ終了した。代わりに、8月末まで中越沖被災地サポート臨時電話を設置し、降雨による被災地への影響に関する相談を24時間体制で受け付けた。また、 8月23日に、気象庁に、業務改善命令に対する回答を提出した。2010年、平成22年7月9日、同サービスに近いサービスとして、崖崩れアラームをリリースした。気象庁は、平成21年台風第18号の上陸地点について、2009年10月8日午前5時過ぎに、愛知県千多半島付近に上陸と発表したが、すでに、 ウェザーニューズは、現地からのウェザーリポートなどの情報をもとに、午前4時頃、三重県島半島に上陸と、約20分前に、同社のインターネット上に掲載していた。気象庁は、これが、台風震度に関する独自情報の発表にあたる、ものであり、一般向け予報業務許可の条件に違反、気象業務法、第21条に掲げる許可取り消し要件に該当。 したとして、翌日の10月9日に、気象庁から、気象業務法に基づき再発防止の高等指導を行った。これについて、ウェザーニューズは、同年10月14日深夜に、自社制作番組、ウェザニズリブに、同社所属の気象予報士や、取締役が出演させ、同件についてのウェザーニューズの見解を述べて、気象庁に反論した。気象庁は、ウェザーニューズが、 解析制度の限界と防災上の観点とから定められた一般的な定義ではなく、その場限りの定義をもって上陸を判定していたこと、サポーターから集めた気圧データを海面構成せずに使用していたことなどを踏まえ、10月29日に同社を含む民間事業者向けに台風情報に関する講習会を開催した。 ウェザーニューズは2009年10月19日と11月5日に気象庁に上申書を提出12月3日にはウェザーニューズ側の提案に基づいた気象庁側の依頼により約2万5000通のウェザーリポートを台風解析の参考として気象庁に提出した2010年1月6日に産経新聞は 気象庁が2009年11月に発表した確定値と速報値の違いなどをもとに台風18号の進路を10月8日4時過ぎに島半島先端の三重県大王崎付近を通過と修正したとじ、ウェザーニューズも1月6日付で同様の見解を発表。それに対し気象庁は台風18号の進路を修正したのではない。実際に観測値を有効数字に丸めた。 際の変化に過ぎないとして、ウェザーニューズ社の広報や社内管理体制等の改善について1月28日に文書で指導した。ウェザーニューズ側は2月5日に気象庁に提出した見解で1月6日付の見解を一部修正した。2010年8月10日頃から、ウェザーニューズ携帯サイトの中にあるウェザーリポートが携帯電話事業者のフィルタリング規制サービスにより、 アクセス制限対象と指定され、一部の未成年者、所有、またはフィルタリング設定している携帯電話から、ウェザーリポートを閲覧、投稿できないという事態が発生した。ウェザーニューズは、フィルタリング委託会社、機関などと協議した結果、ウェザーリポートへのアクセス制限は、同年8月25日から26日にかけて、指定解除されたが、今度は、 ウェザーニューズの携帯有料会員同士が質問するみんなの質問やお気に入り登録がアクセス制限対象に指定され閲覧できないという事態が発生していた。これについて規制開始から約2週間、同社取締役のコメント、口述や2010年8月15日に開催された第24期定時株主総会での質疑応答を除き、ウェザーニューズとしての見解、 声明は出ていかったが、同年8月26日に同社としての見解を、携帯サイト上にて発表した。それによると、ウェザーニューズとしては現在、携帯電話事業者や関係機関にて行われている、フィルタリング規制の定義や、規制方法についての議論を注視しつつ、貴重に関わる部分、サービスについては、政権がかからないように引き続き協議していくとしている。 また、みんなの質問の中にも一部、本来の趣旨とは異なる質問、投稿があったとして、マナーモラルの遵守を呼びかけるとともに、理想的なみんなの質問についてのアンケート調査を見、2010年8月31日に結果、発表している。ウェザーニューズでは、フィルタリング委託会社、機関などと協議した結果、みんなの質問のお知らせメール機能に、 フィルタリング規制の原因があったことが判明。2010年9月1日に同機能の改修を行った結果、翌日、2日にみんなの質問やお気に入り登録へのフィルタリング規制は解除された。なお、同社取締役、当時、現在は同社執行役員の石橋智弘は2010年8月12日に自身のツイッター上で、減災に関わる情報は、 子供から大人まで誰もがアクセスできる世の中になってほしいとガンとのコメントを出している。ウェザーニューズが現在進めている3つの大型プロジェクトの総称のことを指す。各プロジェクトの進捗状況はソリーブ24、ウェザーニズリブの中で随時報告される。ウェザーニューズが独自開発した小型レーダー、ウィズレーダーを全国各地に設置し、 ゲリラ雷雨防衛隊と共に通常のレーダーでは捉えられない局地的な雨を補足していくプロジェクトである。ウェザーニューズと東京大学、千葉大学、アクセルスペースが共同開発した小型人工衛星ワニサットマイナス -1 を利用して地球温暖化の進展により将来航行可能になると思われる北極海航路の運航支援や流氷情報などを海運会社に提供するほか 二酸化炭素の常時監視、近年マラッカ海峡、中東沖で多発している海賊行為による被害防止対策に役立てるプロジェクトである。観測データの監視、解析施設として、ワニー衛生管制センターを、知らせに設置する予定。ワニサットマイナス -1 が実用化され、海運技術をサポートすると、仮に船籍が北極海航路を利用すると仮定し、 サービス料金を月額十万円とすると、毎月およそ一億円の収益となる。利用者は航路を大幅に短縮できることにより、何百万円単位の燃料費及び二酸化炭素の削減になると試算している。当初は二千十二年十一月二十日に打ち上げ予定であったが、打ち上げに使うドニエプルロケットの打ち上げが延期されていたため二千十三年十一月二十一日に、 延期され、同日打ち上げに成功。しかし、その後の試験運用で放射線の影響によるカメラ、高精度姿勢センサーの故障が発覚し、レーザーミッション、開票モニタリングミッションが実施不可能になったた、ミッションを、太陽活動の影響による、地場観測と、磁気衛星のバス技術実証に変更。ワニサット -1 の後継機として2015年9月に、完成。 ワニサットマイナス -1 での経験をもとに、姿勢センサーの対放射線性強化や搭載カメラの上長化、自合機以降の技術開発を目的とした新たな機器を搭載るなど、機能追加を行っている。当初は2016年春に打ち上げ予定だったが、延期され、ソユーズロケットにより2017年7月14日に打ち上げ成功。同年8月9日には、 画像の取得にも成功。三代目南極観測船初代知らせを政府から買い取り、一旦船橋港に係留した後、千葉港、または幕張沖に停泊させ気象観測船、知らせとして再利用するプロジェクトである。ウェザーリポート、桜プロジェクト、花粉プロジェクトなど同社が提供するコンテンツサービスにウェザーニュース会員が参加し、 天気予報などの改善に役立てていく企画のこと。2009年4月27日から放送しているインターネットでの24時間生放送の気象情報番組である。フジテレビジョンが制作プロダクションとして番組の編成、制作を担当している。番組の視聴にはパソコン向けの番組ホームページ、もしくは空窓を使って視聴ができるほか、 BS デジタル放送のウェザーニュースで同年5月1日からほとんどの番組がテレビ神奈川 TVK でも同年7月6日からソリーブモーニング2010年4月5日からはソリーブモーニングの一部コーナーをサイマル放送している。また NTT ドコモの携帯電話口実や iPhone、iOS 3.0以後の機種 iPod Touch、Android スマートフォン、 YouTube での視聴も可能である。BS 富士でも2012年4月2日放送から、平日の5時5時30分と6時6時30分に、ソリーブとアイライトを同時に放送していたが、2014年7月22日現在は、毎日5時5時30分に、ソリーブとアイライトを同時に放送している。空窓での視聴の場合、空チャットを使って、各番組へ、 リアルタイムで参加することが可能である。空窓以外での視聴では、電子メールでの番組参加が可能。4から6時に放送される、ソリーブとアイライトの企画、お目覚ましメール、お目覚ましコール、および20から23時に放送されている、ソリーブムーンの企画、お帰りメールは、ウェザーニュース会員、月額324円向けのサービスである。2009年5月11日からは、 携帯向けリアルタイム配信がスタートした。当面は NTT ドコモ向けのみの提供となり、視聴するには、ソリーブ24の携帯版、番組サイトから jig.jp が提供する、i ア,アプリ、ジグムービープレイヤー、フォーマ 703i シリーズ以降のメガアイアプリ、対応機種が対応のダウンロードが必要となる。また、視聴には、パケット定額制、パケ放題 W への加入が推奨されている。 2018年4月16日番組タイトル名をソリーブ24からウェザーニュースリブに変更しリニューアルを実施した2009年4月23日からウェザーニューズが提供している PC デスクトップソフトである最新バージョンは2012年平成24年8月27日リリースのバージョン5.10 最初のバージョンが公開されて約1ヶ月間で約1万件以上のダウンロードがされた。サービス方法は無料サービスと有料のウェザーニュース会員の2種類がある。主な機能はソリーブ24の視聴、ソラチャットによる参加者同士とソリーブ24、スタジオとの通信、ウェザーリポートの閲覧、クリッドコンピューティング技術による気象シミュレーション機能である。 メジャーバージョンアップとなるバージョン2.02009年7月1日リリースからはソラチャット画面からの投票機能ソラボタンが付けられたまた動作が重いという意見が多かったため2009年8月24日からはソリーブ24視聴とソラチャット及びソラボタン機能に絞ったライト版も提供されている2009年10月5日リリースのバージョン3.00 カラは、有料会員向けに、動画部分の画質を向上させ、チャット文字に色をつけることができるようになった。同時にウェザーニュースホームページにて、番組動画とチャットの閲覧ができるようになった。2010年4月4日リリースのバージョン4.00。カラはチャット上に手を書いて番組に送信できる、ソラキャンス機能を追加、いわゆる、お絵かき掲示板、お絵かきチャットの一種。 番組の HDTV 制作以降に伴い2010年4月26日リリースのバージョン4.11から16、9映像での配信を開始。ソフトは Adobe Air のアプリケーションソフトとして提供され、Windows 7 Vista XP SP2 以降 2000SP4Max Linux で動作する。なお、海外でも Adobe Air が使えるパソコンがあれば、 使用することができる。このソフトの気象シミュレーション機能を使って2010から20110年における3パターンの気温変化シナリオを用いた桜の開花や花粉の飛散、全国各地の桜前線シミュレーションの算出が行われた子もある。同機能は今後も活用されていく予定である。2009年7月27日より期間紙雑誌として 空、空を発行、販売している。副題は五感を磨く。世界初のお天気マガジンとしている。同社では世界初のお天気雑誌であるとしている。年5回発行で春夏秋冬及び日本独特の季節感である梅雨をもとに構成されている。定価は一冊300円。消費税込みで送料が別途80円としている。原則として 一般書店では取り扱いしていないので、同社ウェブページから申し込みをする必要がある。2009年10月2日発行の2009年秋号からは、ISBN が付与され、株式会社イドップ出版となっている。初版の第1号には、このような表記はなかったが、後日増刷されたものについては、付与されている。2010年2月26日発行の2010年春号では、夏、秋、 と、春号が出揃ったことを記念して、先着3010名限定で、式セットを販売した。2010年9月29日発行の2010年秋号では、同年11月20日から、電子書籍として iPad 万事号発売までの期間限定ではあるが、iPad での閲覧、購読も可能になった、無料。一般の雑誌と違い、同社のサポーターから送られてきた、 ウェザーリポートの写真を多用している点が特徴である。2014年統合で、紙書籍としての発行を終了し、2015年4月から、電子書籍、月刊、空としてリニューアル。アプリ、ウェザーニュースタッチ内にて、バックナンバーを含めて読むことができる、両会員限定の記事も一部あり。なお、機関、空については、定期観光雑誌であるためバックナンバーを購入される。 際には在庫に注意されたい。気象コンテンツ等を通じて志を共有し、ウェザーニューズと会員の交流、親睦を深める中で自己実現と他者実現を実現するための新たな価値創造を行うことを目的としたウィズストクラブが設けられている。会員になるためには入会申し込書の提出、同社ホームページからの申し込みも可能及び、 事故の写真と年会費3942円を支払えば入会でき、会員証を受け取ることができる。主な会員特典は以下の通りである。ウィズストクラブ会員は、ウェザーリポートを行って、ポイントが5000ポイントに達しても、ウィズスト会員規約により、ゴールド会員の特典はない。2000ポイントの観測機は贈呈される。同社では、顧客や、 モバイルサイトの会員をサポーター、株主を株主サポーターと位置づけている。主な株主サポーターの優待は以下の通りである。以下の保有株式数の通り、5月及び11月末の株主名簿で確認される。定時株主総会は毎年8月上旬の日曜日に幕張メッセで行われるのが通例となっている。 多くの企業が平日に開催している中で、同社が日曜日に取り行っているのは、より多くの株主に出席してもうためと、第22期定時株主総会で、代表取締役社長が説明している。また、総会終了後には、株主サポーターフォーラムとして、将来的なサービスについての会社と株主の間のコミュニケーションの場を設けたり、社内見学会として、 幕張テクノガーデン内の社内見学会が毎年開催されている株主総会招集通知に案内が同封される。これらの様子は広く開かれた会社を目指すという同社の考えにより株主 IR 情報ページにて配信される多数の動画でも見ることができる。2011年平成23年の株主総会はインターネットでライブ中継が行われた。など。 いずれも連結し会社者など楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。